ください。僕はナヤラに恋をする。せーの、開催します。本日司会を務めさせていただきます、タコ道3年目のユッカリとアキトです。よろしくお願いします。このイベントは大学祭を盛り上げたい、名寄市の地域活性化に貢献したいという学生の思いから立ち上がりました。よさこいソーラン祭り in 大学祭は皆様のご協力ご支援を受け、今年で第12回目を迎えることができました。ありがとうございます。プログラムの中には演舞やランプの他にもチームの絆が試される早食い競争、チーム PR 名寄さんのもち米から作られた餅を使用した餅巻きもあります。とっても美味しいお餅です。会場の皆さんも見るだけでなく一緒に参加できる内容となっておりますので、ぜひぜひご参加ください。次に審査員と審査方法の説明をします。本日審査をしていただくのは北古道 OB の栗原さん、佐々木さん、ユンジュンです。審査項目は笑顔、衣装、踊り、また見たいです。各項目5点で審査します。最初に踊っていただく地元チーム北古道&名寄市立大学が審査基準となります。なお今回チームには2回演舞を行っていただきます。1回目の演舞を審査対象とします。テスカ&祭りんちの皆さんは5回連続大賞を受賞し殿堂入りしているので審査対象には入りません。また個人賞の発表もありますので、演舞後はその場で待機していてください。では早速演舞の方に移りたいと思います。全道各地から集まった個性あふれる演舞をお楽しみください。名寄市を拠点に活動していると、待ってください、すいません。開会式のじゃあ、名寄の演舞始まるので、他のチームの皆さん前の方に座ってもらっていいですか。すいません。ハハハハ。